野崎チャンネル、ジョン。こんにちは。さあ、今年もやってまいりました。トレードに出してあげた方がいい選手。はい、来たね。来ました。うん、年に一度の、うん、はい、この企画ももう5年目ぐらいですね。うん、素晴らしい企画ね。こう浸透してきてるから、うん、もう昨年もオリックスをね、今年キャンプ行った時に、うん、オリックスのほぼトレードに出してあげた方がいい選手、うん、フルコンプリートだからね、ほぼ。あ、そうでしたっけ。そう、全部言った選手がほぼ全員じゃなかったと思うけど、はい、8割ぐらいは全員トレードされた、はい、おー。で、2月にキャンプにオリックスに行った時に福田さんから、うん、どっから内部事情を仕入れてんだって言われてお前すごいなっつって、ね、自分の分析だけどっていう、だからよく見てる試合って言われて、うん、で今年もだから、はい、でもね、これ毎年言いますけども、うん、まあ、でももうだいぶ日本の全国の中でもトレードはポジティブっていうのがもう浸透してきたね。そうですね。この企画の1年目の頃って、うん、それをまあ佐藤さんが言うまで、うん、トレードに出した方がいいなんてひどいみたいな、うん、そうそう、だから要はその今までの日本っていうのは、うん、トレードに出すのはいらないから出すっていう、うん、だからこうネガティブ、うん、捨てるみたいな、はい、いらないもの同士トレードするみたいな、うん、もうチームからいらないから捨てるみたいな認識だったけど、うん、そうじゃないんやと、うん、ね、まだ使えるのに、うん、使わないんだったら、うん、その選手のために出してあげましょうよっていう、うん、逆に言うとまだ1軍に出てこないちょっと2軍でくすぶってるような選手の若手じゃない、うん、25歳から30前後までの選手で、うん、ほぼ1軍いないのに、うん、名前に上がらないやつの方がやばいから、うんそうですね、もっとやばい人たちはいるという、ね、そう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 、もうトレードとか無理やろうぐらい思われてるってことだからね。そう、名前が出るのはまだ他のチーム行ったらいけるんちゃうかっていうポジティブだから、だし他のチームも欲しいから合意してるわけですよね。そうそうそう、だから最近で言うと、うん、まあ、現役ドラフトも含めてだけど、うん、今年だと水谷がね、はい、のホークスにいたら、うん、まあ、一軍いないよ、はい、出るとこないからね、うん、でも逆にそれが現役ドラフトでチャンスを得て日本ハム行ったら交流戦史上最高打率やろ、はい、えぐいやろすごい、なんであれ日本戦やっていうな、うん、あの日本戦の意味を知りたいっていう、あとは去年だったらね、うん、はい、細川とかね、そうですね、うん、大竹投手もそうですね、うん、そうそうそう、頑張ったっていうところもあるし、トレードでもね、うん、軍事とかね、うん、あと宇佐美もね、そうですね、うん、いい感じだし、あとはあのジャイアンツ泉とかね、うん、あと斉藤浩樹とか、うん、あれですね、結構その日本ハムに行ったチームやっぱ新庄さんがこう積極的に使ってって、うんうんうん、でとりあえずはね、中日も、あ、そう、確かに、うん、そう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 、うん、お互いね、うん、だそういった意味でもね、何気にこのトレードが、うん、でいい形の結果残してる選手も多いから、うん、今年もね、はい、あの使わないんだったら出してあげましょうっていう思いで、うんはい、今日はですね、はい、まあ、今日が6月21日、はい、だからあと約1ヶ月今日だね、うん、このトレード期限まで今交流戦が終わってもうすぐまたペナントレース始まるよという頃です、うん、今日から始まる、うん、でその中で怒りそうなチームから出すと怒りそうとか分かります？怒りそうっていうのは、はい、やっぱこうね、もう、うん、今年ダントツも無理やなっていうところは、うん、そんな積極的にトレード俺はしなくてもいいと思ってる、はい、だってそんなことよりも若手の底上げの方が大事やと、まあ、育てようっていうね、そう、これ優勝、もうちょっと戦力アップしたら優勝、はい、もうちょっと戦力アップした A クラスっていう、この今瀬戸際にいるチーム、もしくは監督が窮地っていう、今年やっぱ結果出さないとっていうところが、やっぱこの積極的に動く必要があるっていうところもあるんで、今回の第1弾は中日ドラゴンズです。おありそう、ありそうやろ、ありそう、今交流戦まで最下位になって、でも首位と 6.5 ゲーム差だから、別に、まあ、最下位というかヤクルトと同率ゲーム差なしの5位だけども、うん、はい、まだまだセ・リーグはワンチャン頑張れば A クラスどのチームにもあるし、うん、優勝もどのチームにもあるから、はい、そうなった時にやっぱりドラゴンズは動きそうじゃん、うん、やっぱりね、しかも、うん、結構近年積極的に動いてますよね。そうそうそう、でもそのためには出さなきゃいけないからね、うん、はい、でもこう使わないなら、うん、使わないならもう出そうというところで、はい、もう決まってるんですか？決まってます、はい、はい、第1回トレードに出してあげた方がいい選手、はい、中日リューク。ああ、これ、ああ、でも今年、去年1軍でね、うん、ちょっとさっぱりな感じだったけど、はい、今年は2軍で2割6分3厘、はい、打ってて、うん、でしっかり頑張れてるっていうところもあるの、うん、得点圏打率3割1分6厘、はい、ね、だからまあいい感じで頑張ってるけど、うん、で今21歳、はい、今年22歳、
若いじゃんっていうかも分かんないけども、もうほぼ一軍で使われることはありません。そうですか。いや使わ、まあ、だって、まあ、村松もね、頑張ってる、はい、田中美希也いる、で、あの板山が今ね内外野守れて、大活躍で、カリステももう外せない、福永、山本、やってきたら、もうだって、あのキャンプの時頑張ってた津田辻元はどこ行きました、みたいな。本当ですね。で逆にいるわけじゃん、そう津田ね、まだしかも入ったばっかりだし、ね、そう、あの津田辻元っていうところもね、いるわけだから、そう考えるとよ、もうリュウ君、そうですね、ちょ順番回ってきへんやろってなった時によ、出すから取れるわけだから、はい、で中で全く使えないやつ出したら、いらん子同士のトレードだったら、来る選手もいらないじゃん、だからそこそこいい選手で頑張れて、他にも需要ありそうやなっていう選手出さなきゃいけないから、もう思い切ってね、ドラゴンスカイ、もう飛んでいこう。まだ若いし欲しいチーム多分あると思う。やると思うよ、頑張れば二遊間とかもね、できるかも分かんないしね、そういった意味では、あの二遊間に苦労してて、あとはまだ若手だからね、全然21だから、そんなお前まだ いけるやろっていうかも分かんないけど、いけるから出すんやっていう。そうですね、取れないですよ。それじゃ取れないから、中日の補強ポイントとしてはどこになるんですか。もし出して取ってくるってなるんだったら、それは最終回です、あ、そっか、早いね、そっか、聞きたくなっちゃったもん。それ最終回だから。そうだったっけ、あ、去年くらいからそれやってます、ね、そう、13回、今日から12回あるから、これ2球団ずつとかじゃないんですね。違うよ、1球団、これはもう1球団に愛を込めてやるわけ。そうですね、大事な企画ですからね。そう、はい、続いて、はい、トレードに出したら大井選手、俊太、あ、まあ、とりあえず来たんだけどね。そうなんですよね、オリックスからね、うん、でもちょっとで今も2軍で2割8分3厘、あ、結構打ってますね。そう、いい感じで打ってるんだよ。で足もある、守備もある、はい、っていうところを考えると、ちょっと今もう外野もちょっと大混雑でして、そうですね、ね、たまに板山が外野守ったりとか、ね、あと上林今年使ったりとか、そう、上林選手が来たからちょっとキャラとかもね、で細川とか、ね、もいるし、カリステたまに外野守るしね、そう考えたらまたちょっとキャラカンプリ多いね、キャラ似てる、加藤翔平とか、後藤俊太もパッと見たら分からない人だったらどっちかどっちか分からへんで、本当に。確かに上林選手、加藤選手、後藤俊太選手ってこう3人ともこう細身で、足速い感じで、似てますよね、でも岡林もいるわけでしょ。確かにそうですね。で大島でしょ、ってなってくるとちょっとチャンスがね、うん、やっぱなくなってくるっていうところもあるから、リカーソンもね、三好、確かに、でそうなってくると、まあ、まだ31歳だから、はい、まあまだいけるじゃん、そうですね、ってなった時に使わないんだったら、俺はもうトレードとしてはいい選手だと思うよ、そうですね、外野で勢いあって守備もあって、身体能力高いっていうところでは、まあ、ワンチャン面白いんちゃうかっていうね、確かにありますね、そして続いて、はい、まだいるんですね、ピッチャー行くから、次ピッチャー、そんな言うほどいないんだけど、こちらの選手です、はい、福谷浩司、結構もう年齢的にも上になってきます。今年早回りだから今年34の年だけども、ね、なんと、里崎指数的に、一軍で結果出すためにはピッチャーはファームで1割台で、防御率、1点台、なんと今2軍で防御率 1.91 です。クリアしてる、8試合登板で6試合先発、フォーティースタート3回、2勝0敗です、はい、まあ、リリーフでもいけるしね、その今ちょっとピッチャーに困ってるところ、いいんちゃうかっていうね、すぐ使えるよ、今一軍でまあ今年2試合出てるんだ、そうとか4月に2試合投げてって感じで、もピッチャーもさ、そう梅津がさ、怪我から復帰で一軍では、まあちょっと登板間隔開けながらだけども、投げてるっていうところもあるし、リリーフでも岩崎がね、復活してきたっていうところもあるし、なかなかないんだよ、そうですね、その空きが、ってなった時にそれよりも若いところは若い選手たちがね、今後埋めていくだろう可能性もあるから、こ
はもう一発福大選手いっちゃうかっていう、うん、そうですね、ピッチャー苦しいチームはね、うんうん、しかもね、慶応大学だから今慶応大学ムーブメントだから、うん、結構活躍してるからね、はい、移籍してね、うん、そういった意味では、はい、ワンチャンいいんちゃうかっていうね、うんうん、あとまだいますよ、まだいる、はい、ネオ・アキラ、ネオ投手、まあ二刀流だからどっちでもいけるよ、まあまあよしでもねでも今やっとなんかこうピッチャーになったんでピッチャーで頑張ってほしいですけどね、そうだね、うん、でもさっきも言ったようにピッチャーちょっとチャンスないやん、うん、まあそうですね、うん、でそのどっちつかずになってもあれやし、うん、っていうところもあるけども、はい、まあ環境を変えるっていう、うん、今ね2軍では 3.67、うん、3勝2敗、うん、まあこれはでもね最後だからワンチャンおまけ的な、うん、まあ環境を変えるのもありかもねっていうね、うん、だってで小園根尾藤原やろ、はい、ビッグ3、うん、同じドラフト1位っていうところでね、はい、ちょっと遅れを取ってるっていうところもあるし、だってめっちゃいいの取れると思うで、まあそうですねなあ、うん、そこそこ、あでももう24歳なんだ、うん、根尾選手って、うん、6年目だからね、うそっか、もう大卒の2年目だから、うん、と一緒だからね、そういった意味でも、うん、まあまあ、もし相手の欲しいのがちょっといいものだったら、はい、もう思い切って根を出して、うん、それに見合うものを取ってきて、うん、チームを強化して今年にかけるっていうパターンもあるよね、うん、そうですね、うんうん、これぐらいかな、はい、うん、でもピッチャーは意外と結構でもいい選手やんな、うん、そうですね、内外野、はい、ね、ピッチャー先発リリーフもどっちもできるってなって、うん、で一人二刀流やろう、うん、その取ってきたい選手に合わせて出せると思うよ、うん、そのチームの補強ポイントに、うんうん、ポテンシャルすごい高いですしね、うん、あそうやもう一人いたわ忘れてた、あれ今思い出した、はい、でこちらです、はい、石垣正美、25歳、はい、今年26歳、うん、これちょっとあのもうキャラかぶりで、はい、なかなかチャンスないから、うん、でまだ高橋周平もね、はい、上がってきてっていうところもあるし、うん、まあ、2軍では2割7分5厘ホームラン4本、はい、だいい感じなのよ、うん、だからでもなぜか1軍そんな上がってこうへんねん、そうですねいい感じだけどね、うん、2試合しか出てないんだ、そうそうそう、ゴールデンウィークが最後だからもう使わないんだったら石垣いいと思うよ、うん、山形だからね、そうです、はい、奥さんも山形ですかね、あ、そうなんだ、はい、山形だからね、いいよね、いいよですね、あ山形で、あ、右、山形で右、あー、いいねー、え、なになになに、分からんの、逆に分からんの、山形逆に分からんの、山形の右ね、あ、俺フィットしました、あ、すぐフィットしたの、はい、逆に分からんの、え、そういうことですか、山形で右打ちだよっていう、うん、理解できませんか、え、じゃあ、だから、あ、そういうことが言いたいのかなと思って、いや、そういうことじゃないの、その先に繋がるんだ、ね、え、そう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 、だから先に繋がるそれを言いたいのかなと思って、ああ、うん、分かってんでしょ、え、でもそれって13回目なんですよね、おお分かってんじゃん本当に理解してるのも不安だったわ今、本当ですか、13回目です、13回目なんですよね、はい、だ俺石垣もいいと思うね、うん、何気に、ね、右で、はい、うん、で結果も残してるし、はい、使わないんだったら、うんうん、だここを取っているところを取ってくるっていうところでは、うん、俺はこのナイスな5選手だと思うから、うんうん、そういった意味ではね、まあ、今後どうなるか分かりませんけども、はい、佐々木おすすめの選手は、はい、このドラゴンズ5名です、はいはい、さあね、トレードどうなるでしょうかね、どうなるかね、はい、ドラゴンズファンの皆さんどうですか、はい。